こんにちは、司会のマリサだぜ。アシスタントの霊夢です。このチャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。さて、前回に引き続き、毛利元就を紹介していくぜ。今回で3回目。果てしない動画になってきてるわね。心配するな。今回で最後だぜ。もういいからさっさと始めていきなさい。ちなみに前編と中編を見てない人はまずそっちを見てほしいぜ。前回は元就が小早川家と吉川家の乗っ取りに成功したところまで紹介したな。毛利両線体制の確立までね。小早川、吉川の両家を抑えた元就は、毛利家をより強固な組織にするため、さらなる大なたを振るう決意を固めるぜ。なんか嫌な予感がするわね。ターゲットは元就が少年時代に城を乗っ取られたことがある、井上一族だぜ。思い出したわ。こいつらのせいで乞食呼ばわりされる羽目になったのよね。詳しくは前編を参照してほしいぜ。この頃の井上一族は、毛利家の中でも無視できないほどの大きな勢力になっていたんだぜ。彼らの勢力の拡大の理由はその財力にあったんだぜ。井上一族の所領は吉田の交通の要衝にあり、通行税でボロ儲けしていたらしいぜ。さらにこの頃には石見銀山が大内の勢力下にあったため、往来する商人が急増し、さらにボロ儲けしてたらしいぜ。もっと早くて追っても良さそうなもんなのに、どうして今まで何もしなかったのかしら。そこは毛利家の構造に問題があったのだぜ。毛利と他の国衆たちは主従関係というより、独立した国衆の連合政権といった側面が強かったのだぜ。あくまで毛利はその名士という形だ。よくそんな曖昧なカーストで今までやってくれたわね。それが毛利のいいとこでもあったのだが、この頃の井上一族の力は放置できないほど大きくなっていたようだぜ。元就としては毛利の体制を変える意味でも、井上一族を叩く必要があったんだぜ。積年の恨みもあるしね。ちなみにこの頃元就は50歳になっていたぜ。前編で語った、猿掛城乗っ取り事件は元就が12歳の頃の話だぜ。約40年間、根に持ってたことになるな。40年。実利的にも今井上一族を叩けば、彼らの財力が毛利家のものになるしな。これはもう多少のリスクは背負ってでも、やるしかないわね。元就は極秘裏に計画を立案、実行に移すぜ。まずは一族の実力者の井上元就を高影の屋敷に誘い寄せて謀殺するぜ。翌日当主元金の嫡男成金を吉田郡山城に招き、これまた謀殺するぜ。二日で主要人物を二人も謀殺。元就は間髪入れずに家臣に兵300を与え、当主の元金の館を吸収させるぜ。ほどなく元金は討ち取られるぜ。さらに各所の井上一族の館も軒並み襲われ、吉田郡山城城下町の海と化したぜ。除名されたのは中勤に励んでいた数名のみで、残る34名は皆殺しにされたぜ。本当にやると決めたらとことんまでやっちゃうわね。この後、元就は井上一族の罪状をまとめた書状を家中に公開するぜ。どんな内容の書状だったの？こんな感じだぜ。これはまあ、粛清されるわね。ほとんど言いがかりなんだけどな。とはいえ、毛利家中にはインパクトのある事件だったぜ。この事件の1週間後、毛利家家臣238名は元就に対して起請文を提出するぜ。起請文の内容は、元就様を軽んじた井上一族を中罰するのはもっともです。今後我らは絶対の忠誠を誓います。といった内容だったぜ。さらに、今後家中のことについて元就様が裁断されることは我らにとっても本望です。とあるぜ。これで元就は完全に国衆の中のトップに立ったわけね。国衆たちが元就に家中の成敗の権利を認めたということは、そういうことだな。これで毛利は黒人の寄り合い所帯から、元就をトップとした盾型の組織に移行していくぜ。ようやくカーストがはっきりしたわけね。とはいえ他の大名家と比べると緩かったみたいだけどな。毛利が新体制構築に勤しんでいた頃、毛利の従属先である大内義隆は文化活動に傾倒していたぜ。戦国大名らしからぬのんきさね。前日山口に公家の大物たちを招き、キャしてたそうだぜ。軍事はもっぱら末春方らに丸投げしていたようだぜ。その甲斐あってか当時の山口はかつてないほどの繁栄を見せるぜ。戦国の世じゃなければよかったのにね。こうした義隆の振る舞いに大内の名将、末春方は大いに不満を持っていたらしいぜ。ゴリゴリの武闘派である末春方は幾度となく義隆をいさめるが、義隆は耳を貸さなかったぜ。末春方は大内家の状況に危機感を持っていたのね。そしてついに春方の官人袋の尾が切れるぜ。義隆の文化活動のしわ寄せで重税にあえいでいた山口の土豪たちも春方を支援するようになっていくぜ。同時に春方は大内家中に森藩工作を仕掛けていくぜ。大内義隆はこの動きに気づかなかったのかしら。実は家臣から春方に謀反の動きがあると進言を受けていたのだぜ。しかし、義隆は信じようとはしなかったようだぜ。なんというのんきさ。そして元就にも春方からの誘いが来るぜ。当時家督を高元に譲っていた元就は隠居の挨拶を名目に、元春と高影を伴って山口を訪れているぜ。元就は3ヶ月もの間山口に滞在したのち帰国するぜ。この間幾度となく末春方と密書を取り交わしているぜ。この動きに義隆はやっぱり、ああ、気づかなかったようだぜ。のんきに元就一行に、贅を尽くしたおもてなしをしていたそうだぜ。もうどうしようもないわね。元就を味方につけた末春方は文後の大友家とも連絡を取り、義隆の姉の子である大友義長を直当主に擁立する準備を進めるぜ。ちなみにこの動きも、全くもって気づかなかったそうだぜ。準備が整った末春方はいよいよ謀反を決行するぜ。戦国屈指の大事件、大明治の変の始まりだぜ。
末春方と元就はほぼ同時に挙兵、春方は厳島と桜を城を占拠し、元就は金山城を占拠するぜ。こうなった以上、大内義隆も動くしかないわね。しかしことここに至っても、義隆は動こうとはしなかったぜ。アホなのかしら。数日後には末軍が山口に迫るとの情報が民衆の間に飛び交い、荷物をまとめて逃げ出す者が続出する中、義隆は朝廷からの使者を招いて百科してたらしいぜ。一応もう一回言っとくわね。アホなのかしら。というわけで情報通り末軍が襲来、軍議らしい軍議もないままに義隆は居城の大内館を放棄、宝泉寺という寺に兵三千と共に立てこもるぜ。が、次の日には大半の兵が逃走してしまうぜ。もうどうやったって無理よね。義隆はとうとう山口を捨てて長門方面へ逃げようとするが、船に乗ったところで嵐に見舞われ引き返す羽目になるぜ。グダグダもここまで来ると、すがすがしいわね。引き返した義隆は大明寺という寺に移動、ここで切腹してしまうぜ。中国から九州地方にかけて7カ国を領有していた当時最強クラスの戦国大名のあっけない最後だぜ。最後だけ聞かされると、そんなすごい大名に聞こえないけどね。こうして末春方は下克上を達成、協力していた元就も所領を拡大するぜ。しかし、この大内勢力の混乱に乗じて尼子春久が動き始めるぜ。このタイミングで動き出すなんて、抜け目ないわね。春久は時の将軍、足利義輝に働きかけて三円三領八カ国の守護に任じられるぜ。八カ国の中には大内の実質的領国だったビンゴも含まれているぜ。これはビンゴに尼子が侵攻する大義名分になってしまうわね。春久は早速ビンゴに侵攻、ビビった大内方の国人が多数尼子に寝返ってしまうぜ。さて末春方はどう動くのかしら。春方は大内新政権の地盤固めのため、山口を離れられない状況にあったんだぜ。なるほどね。こんな時は元就の出番よね。察しの通り春方は元就にビンゴの鎮圧を任せるぜ。元就は軍をビンゴに進めるが、尼子春久もこれに応戦し、戦線は膠着するぜ。この時に元就は自軍に対して五箇条からなる軍法を布告するぜ。どうしてこのタイミングでそんなもの出したのかしら。所領の拡大に伴って軍の規模も拡大した結果、指揮命令系統に不備が生じたためらしいぜ。まあ、毛利はもともと緩い組織だしね。ちなみに内容はこんな感じだぜ。結構当たり前のことばっかのような気がするけどね。元は黒人の寄り合い所帯だからな。当たり前の命令系統ですら存在しなかったのかもな。元就はこの五箇条を永久に毛利の法度とすると宣言しているぜ。少ない時は元就の才覚でなんとかなったのかもしれないが、軍の規模が大きくなるとそうもいかないぜ。明確なルールがないと軍隊は強くならないぜ。もっともな話よね。この取り組みは功を奏して毛利軍は寝返った黒人たちの居城を次々と攻略し、尼子軍を出雲へ撤退させるぜ。元就はこのビンゴ鎮圧戦でさらに所領を拡大するぜ。末春方ともうまくやっていけそうね。この頃も元就の長男高元に待望の男子が誕生するぜ。幼名をこう鶴丸、後の毛利輝元だぜ。毛利家の未来も誕生。この辺までは末春方ともうまくやってたんだけどな。元就はビンゴ鎮圧戦で攻め取った城の一つを毛利で管理したいと春方に申し出るぜ。しかし、春方は自分の家臣に城の管理を任せるからと、この要請を拒否するぜ。春方としては、これ以上毛利の勢力が拡大するのは認められなかったのね。そういうことだな。この一件で元就と春方の関係は微妙な感じになるぜ。こうした末春方の行いに不満を覚えたのは元就だけではないのだぜ。瀬戸内海を牛耳る海賊、村上氏も春方に不満を持っていたそうだぜ。村上氏、戦国一有名な海賊ね。そんな村上氏の当主、武吉に春方は突然ある書状を送りつけるぜ。書状の内容は、先代の義隆は厳島での打別領徴収を認めてきたが、東大では禁止する、というものだぜ。その打別領ってのは何なのよ。それについては説明が必要だな。そもそも村上氏は瀬戸内海の島に本拠を持っているのだぜ。当時の瀬戸内海は西国と京を含めた畿内を結ぶ物流の大動脈だったのだぜ。村上氏は瀬戸内海を行き交う商船に対して警護を請け負い、莫大な収入を得ていたのだぜ。村上氏の縄張りを通る際の通行税を適用、商船の荷物に対してかける税が打別料だぜ。ちなみにそれ払わないとどうなるのかしら。村上氏の手によって海の木図にされるぜ。さすが海賊ね。でもちょっと疑問があるわ。大内をはじめ大名たちはどうして海賊にそんな権利を認めてたのかしら。いい質問だぜ。両国が瀬戸内海に面している大名たちは当然水軍は持っていたのだが、なかなか機能的な水軍の編成は難しかったようだぜ。さらに村上氏の縄張りは潮の流れが非常に複雑でな。現代でも慣れてない船頭さんだと危ないらしいぜ。当時はもっと危なかったんだろうな。当時の船はモーターなんて当然ついてないしね。そんなわけで潮の流れを熟知していた村上氏に、多少金を払ってでも案内してもらった方が得策だったようだぜ。そんな村上氏の既得権益を末春方は奪おうとしたのね。大明寺の変で厳島を占拠していた春方は、独自に通行料の徴収を始めていたらしいぜ。春方は厳島周辺の権益を独占しようとしたのね。元就同様、村上武吉も春方に対してはムカついてたと思うぜ。そんな村上氏に早くから接近していたのが、小早川隆景だぜ。小早川氏も水軍を要していたが、水軍を強化するのであれば村上氏の協力が不可欠であることを高影は把握していたようだぜ。高影は家臣と村上氏との婚姻関係を結ばせたり、村上武吉の叔父、高重を心中させることに成功するぜ。この高重という武将は村上武吉が家督を継ぐ際に貢献した、村上氏の重要人物なのだぜ。高影は彼に所領を与えたことを書状で武吉に伝え、今後とも協力してほしいと要請しているぜ。
この頃から村上氏と毛利は繋がりがあったのね。もし末春方と敵対するとなれば、水軍力は重要な要素になってくるぜ。毛利は元は山間部の領主で、水軍は保有していなかったのだぜ。小早川家は水軍を保有していたが、とても大内水軍に対抗できる規模ではなかったのだぜ。でも、もし瀬戸内最強の村上水軍を味方につければ、その通りだぜ。少なくとも水軍力では十分に勝負になるぜ。では話を戻すぜ。末春方の締め付けに元成や武吉が不満を持つ中、亡くなった大内義隆の姉婿である吉見忠頼という武将が春方に反旗を翻すぜ。末春方は討伐の軍を派遣するが、主君の仇討ちに行き上がる吉見軍に苦戦を強いられるぜ。そこで春方はさらなる大規模な討伐軍を派遣することを決意し、元成にも参陣を要請するぜ。が、元成を頼ってきたのは春方だけではないのだぜ。春方と敵対している吉見正頼からも応援の要請を受けるぜ。これは毛利家にとっては重要な決断になりそうね。元成は高本、元春、高影の三兄弟をはじめ、重臣たちを集めて上場を開くぜ。が、元成はこの時点でどっちにつくのか、すでに決めていたらしいぜ。慎重で状況判断に長けた元成なら、ここは末春方につくことを選びそうね。その通りだぜ。特に尼子春久の存在は大きかったぜ。末軍と戦っている時に背後をついてくる可能性が大いにあったのだぜ。いくら元成でも、末軍と尼子軍の強撃に相場はありよね。そんな理由もあって元成は、今回は自重しようと語り一同も納得したかに見えたぜ。が、意外な人物が反対するぜ。一体誰が反対したのよ。反対したのはなんと、長男の高本だぜ。高本は元成の意見に対して、吉見を滅ぼした後、春方が恐れるのは父上のみです。父上を捕らえようとするかもしれません。父上が殺されれば毛利はもちろん、吉川、小早川も滅びるでしょう。さらに高本はこう続けるぜ。毛利と春方はいずれ決裂する運命です。春方が攻勢に出た後より、こちらが有利な今田元を分かすべきです。今なら黒人たちの力も結集できます。元成にここまで意見するなんて、高本は熱い男ね。いや、普段は温厚な文化系男子だったようだぜ。あの大内義隆に傾倒してたぐらいだしな。そういえばこの人、大内の人質になってたわね。しかも超ビッグ待遇の。そうだぜ。さらに言うと高本の奥さんは大内義隆の養女なのだぜ。義理の父の仇である末春方は許せない存在だったと思うぜ。でも、その件には元成も一枚噛んでたんじゃなかったっけ。末春方に誘われて元成が山口に行った時、高本はお留守番をしてたのだぜ。おそらく何も聞かされてないと考えていいと思うぜ。なるほどね。そんな高本の必死の説得により、とうとう元成は当初の方針を覆して末春方との断交を決意するぜ。元成は一世一代の大博打を選択したのね。元成は決断を先送りするよう見せかけ、時間を稼ぎつつ徹底的に作戦を練るぜ。その成果はまさに神ってるとしか言いようがない電撃戦として結実するぜ。さて末春方だが、予定通り源を打ちて当主吉永を報じて吉見領主進行するぜ。しかし、毛利をはじめとする秋の黒人衆は全く動かなかったぜ。さすがに不審に思った春方は毛利と黒人衆の軍団を画策、主要な黒人衆に使いの僧を秘密裏に派遣するぜ。しかし、この使いの僧は国衆たちにとっ捕まって吉田郡山城へ護送されるぜ。この頃の毛利は元成を中心に結束していたのね。ああ、元成の構造改革が功を奏した形だな。この一件で春方が毛利に疑惑の目を向けているのがはっきりしてしまうぜ。元成は密かに吉見軍に援軍を送るとともに、挙兵の準備を進めるぜ。準備の整った元成は平山前を率いて出陣、大内勢力下にある金山城に迫るぜ。そして条約により、戦わずしてあっさり城を奪取するぜ。さすが元成。続いて元成は小井城を攻撃、これまたあっさり降伏させるぜ。毛利軍はさらに草津城を開城させ厳島の対岸へ進軍するぜ。さらに次男吉川元春が桜を城を協約、乗っ取りに成功するぜ。仕上げに厳島の大内軍を追い払い、厳島も占拠するぜ。こうして元成は大した戦闘も行わないまま、4つの城と厳島を手に入れるぜ。ちなみにだが、元成はこれ全部1日でやっちゃったらしいぜ。はぁ、あ、?1 日で城4つと島1つ占領したっての。マジっすか。マジっすよ。神ってるだろ。しかも大した戦闘もせずに。まさに暴虐王ね。さて、元成の挙兵を知った末春方は当然ながらぶち切れ、まず厳島と桜尾城を奪還すべく兵六千を派遣するぜ。元成は籠城はせず野戦に打って出るぜ。連戦連勝していた毛利の士気はマックス状態で、この六千はあっさりと撃退されるぜ。この事態に末春方は驚愕し、慌てて吉見軍と和睦するぜ。そして山口に帰国した春方は2万の大軍を率いて秋に進攻するぜ。2万ですって。元成もこの春方の動きに合わせて秘伝の小西に挙兵を要請するミッションを送るぜ。勝手大内に奪われた所領を取り戻すチャンスですよって内容のな。さらに元成は春方配下の武将たちにも協約を仕掛けて内容に成功しているぜ。この状況だと春方はなかなか動けないわね。こうして末軍を足止めしている間に、元成の懸案事項であった尼子にある事件が起こるぜ。尼子の中心であった新宮党という組織のトップ、尼子国久、実久親子が当主尼子春久の手によって粛清されるぜ。原因は新宮党が力を持ちすぎて調子に乗りすぎてしまったことらしいぜ。この内乱によって尼子は毛利にかまってる場合でなくなってしまうぜ。元成のことだから、この件も裏で手引きしてたんじゃないの。昔はそう言われていたらしいが、最近では元成は関わってないとの説が有力らしいぜ。さらに元成は念入りに尼子の動きを封じるべく、尼子の敵対勢力である備中の三村氏、岩見の福屋氏を支援しているぜ。
これで天本末春方に挟撃される可能性は大幅に低くなったわけね。さて、いよいよ元就の人生をかけた大博打。後の世に織田信長の桶狭間の戦い、北条氏康の川越野戦と合わせて日本三大奇襲戦の一つに数えられる。厳島の戦いの開幕だぜ。足止めを食らいつつも秋の入り口まで進軍してきた末軍は、厳島を毛利から奪還すべく上陸するぜ。末軍は厳島の防衛拠点である宮尾城を包囲するぜ。しかし三方を海に囲まれた天然の要害である宮尾城はたやすくは落ちなかったぜ。元就は宮尾城包囲の知らせを聞くと、直ちに援軍を派遣するぜ。援軍の到着に城兵たちは奮い立ち、末軍はさらに手こずる羽目になるぜ。ここまではなんとか戦えているわね。が、毛利には不安要素もあったのだぜ。当てにしていた村上水軍がなかなか援軍を出さなかったのだぜ。なぜに、高影を通じて仲良しだったんじゃないの。なんと村上水軍は末軍からも援軍要請を受けていたのだぜ。厳島の権益で揉めてたとはいえ、勢力の規模は圧倒的に春方の方が大きいからな。さすが海賊、勝てそうな方にしかつかないのね。この事態にはさすがに元就も焦るぜ。援軍を送ったとはいえ、宮尾城がピンチなのは変わらないからな。いつまでも村上水軍を説得している余裕はないぜ。村上水軍の説得は高影に任せて元就は4000の兵と共に出陣するぜ。元就は厳島の近くに布陣、軍議を行っていたところに突如として大船団が姿を現すぜ。これはもしかして、ああ、村上水軍がとうとう援軍に駆けつけてきたのだぜ。高影、グッジョブ。大喜びの元就は大量の物資を村上武吉らに与え、まだ毛利のものでもない領地の加増まで約束するぜ。よっぽど嬉しかったのね。戦える体制の整った元就は入念に作戦を練るぜ。まず元就を対象とする本隊と、高影を対象とする別動隊の二つに軍を分けるぜ。元就の本隊は厳島の東から上陸し春方の本陣を襲撃、高影の別動隊は厳島の正面より上陸、宮尾城の兵と協力して末軍を攻撃するプランを立てるぜ。上陸時の輸送と警備は村上水軍が担当、その後は海上を封鎖する役目も担うぜ。あとは遂行するのみね。しかしここで想定外のことが起こるぜ。突如暴風が吹き荒れ、海は大しけになってしまうぜ。毛利諸将は渡航の延期を進言するぜ。大しけの状態だといくら村上水軍でも危ないだろうし、もっともな話よね。しかし元就は進言を却下、厳島への上陸を決行するぜ。先延ばしにして宮尾城が落城したら作戦が台無しだものね。ここは勝負に出たのね。元就の必死さが天に通じたとは思わないが、なんと航行途中で嵐が収まってしまうぜ。この嵐のおかげでむしろ末軍に悟られずに上陸できてしまうぜ。なんという、強行。上陸に成功した元就本隊はそのまま春方のいる本陣を見下ろす山に布陣するぜ。一方高影率いる別動隊は、大胆にも敵の水軍で溢れ返った中、暴風で敵味方の区別がつきにくくなっているのを利用して、正面から堂々と突っ切って上陸を果たすぜ。ちなみに池シャーシャーと、僕たち筑前から火星に来た援軍です。末さんに会いたいんで通してください。的なことをのたまって通り抜けているぜ。高影ってば、大胆ね。こうして準備は整ったぜ。元就は自ら大声で時の声を上げると、全軍を春方の本陣めがけて突撃させるぜ。元就の襲来を全く予測していなかった末軍は大混乱に陥るぜ。高影率いる別動隊もこれにこうして末本陣を強撃するぜ。厳島という狭い場所に2万もの大軍を置いていた末軍は、逃げ場のない状況で次々と毛利軍の餌食となるぜ。さらに海上にいた村上水軍も海岸線の大内水軍に襲いかかるぜ。これで末軍は海に逃げることもできなくなってしまうぜ。末春方は厳島の中を逃げ回るが、海に出ようにも船がなく、とうとう諦めて切腹してしまうぜ。なんか元の主人の大内義高と似た最後ね。こうして元就の人生をかけた大博打、厳島の戦いは毛利軍の大勝利で幕を下ろすぜ。実質4000程度の兵で2万もの大軍を撃破したとんでもない戦いだぜ。勝つまでに至る過程も神がかってるわね。この戦いで元就は黒人領主たちの名士から戦国大名へと飛躍を遂げるぜ。この時元就は59歳になっていたぜ。59歳、この時代だともう結構なおじいちゃんよね。元就って遅咲きの人だったのね。さて元就はこの勝利では満足せず、間髪入れずに次の事業に取り掛かるぜ。末春方の死によって弱体化した大内家の討伐に乗り出すぜ。戦国とはいえ、かつて厚遇してくれた主家を討伐するのね。大内黄金期を支えた重臣たちはもう亡くなっていて、現当主の大内春房は有能な当主とは言い難かったしな。毛利家にとって大内領は草刈り場も同然、やれるならやるべきと判断したんだろうな。元就は大内討伐の布石として、大内義長の兄である大友宗麟と交渉に入るぜ。そういえば義長って元は大友家の出身よね。そうだぜ。大明治の変で末春方に当主として擁立された人だぜ。話を戻すが、元就は宗麟の元へ使者を派遣するぜ。どんな交渉があったのかは不明だが、おそらく大友家が北九州に侵攻するのを見逃す代わりに、大内に援軍を出さないように働きかけたようだぜ。春草はお兄ちゃんに見捨てられたのね。大友宗麟もドライなやつね。大友家に話をつけた元就は山口に向かって進軍、順調に大内領を平定していくぜ。突如地元の土豪や農民が放棄するアクシデントに遭うが、元春、高影らの活躍もあり、なんとか大内領の要衝、沼城まで進攻するぜ。小さい城ながら強固な守りを誇る沼城では高影、高本の軍が立て続けに撃退されるぜ。とうとう元就が自ら乗り込みなんとか落城させるぜ。こうして大内の防衛拠点はほぼ消滅し、元就は大内義長を追い詰めるぜ。これで詰んだわね。元就は春草を勝山城に追い込むぜ。
ハルフサは城を脱出したが、チョーク院という寺に立てこもった後自刃するぜ。こうして名門大内家は滅亡、元就は大内領を手中に収め、天子と並ぶ中国地方の大大名家となり上がったぜ。元は一国人領主の次男坊だったことを考えると、とんでもない大出世よね。この時も元就61歳だぜ。大内討伐戦の戦後処理が進む中、元就はある決断をするぜ。我が世の春って感じの時に、何を決断したのかしら。引退の決断だぜ。何ですと？この頃にはすでに一線を引いていたが、長年支えてくれた名臣支持広義に使いを送り、高本に後のことは全部任すから、金山城を隠居地として、静かに余生を過ごしたいと伝えているぜ。長年支えてくれた支持広義に真っ先に伝えているということは、本気で引退するつもりなのね。ちなみにその支持広義だが、元就が大内氏を滅亡させた後に亡くなっているぜ。享年91歳だぜ。戦国時代に91歳まで生きたのね。もはや化け物のレベルね。元就が引退するとの話は毛利家中に衝撃を与えたが、最も衝撃を受けたのが嫡男の高本だぜ。高本は弟の元春、高影に書状を送り、引退を撤回させるため協力を要請しているぜ。その内容が、まあ、なんだかなぁ。って感じの書状なのだぜ。とっても気になるわね。その内容は、秋とビンゴだけでも手に余るのに、周防と長門まで毛利領は拡張した。とても私では収められない。だの。自分には器量も才覚もない。毛利を自分の代で崩壊させるのは忍びない。こう鶴丸に家督を譲る。自分の子の代なら、毛利がどうなっても関係ない。だの。挙句の果てには、私が死ねば父は隠居を取りやめるだろう。そうすれば家の崩壊は防げると、とんでもないことを言い出すぜ。ちなみに高本はこの時いくつになっていたのかしら。35歳の立派な大人だぜ。5歳の子供もいるぜ。毛利の行く末が心配になってきたわね。一応言っておくが、このやりとりだけで高本の器量を疑うのはちょっと違うと思うぜ。ネガティブな面もあるが、後取りとしての器量は十分に備わっていたと思うぜ。ただ毛利家にとって、元就はあまりにも大きな存在になってしまっていたのだぜ。いつの時代も親が偉大だと子供は大変ね。さすがに自らの死をもってしてでも引退させないとの高本の決意には元就も折れてしまうぜ。悩んだ末に引退を撤回するぜ。高本は大喜びして改めて当主として最大限努力することを元就に誓うぜ。そして、元春と高影に時々でいいから吉田に来て、私に足りないところを補佐してほしい。毛利の運営に協力してほしいと要請しているぜ。これでよかった。のかしら。どうだろうな。ただ高本の言うことももっともな部分もあるのだぜ。ここまで大きくなった毛利家を束ねるのは今の体制では不十分なのは間違いないぜ。元就は毛利吉川小早川がより強固な協力体制を確立する必要があると感じたと思うぜ。元就は高本、元春、高影の3人に当てて、14箇条からなる教訓状を与えるぜ。あの三本の矢の逸話の元ネタと言われ、毛利の未来図でもある三子教訓状だぜ。元ネタ、ということは、あの逸話は創作。まあ、そういうことだぜ。が、内容は興味深いぜ。結構長いので全部は紹介しないが、簡単にまとめてみたのを紹介するぜ。この教訓上では三兄弟の一致協力が繰り返し強調されているぜ。元春と高影にはお前たちは元は毛利の人間だから本家を最優先しろ。少しでも足並みが乱れれば必ず滅びの道をたどるぞと言っているぜ。嫡男高本に対しては、弟二人と協力して家の内外を収めよ。そうすれば何の問題もない。毛利最強子なら吉川と小早川も意のままに動かせる。しかし毛利が弱くなればそうもいかないと言っているぜ。さらに高本には、弟二人と意見が合わなくてもお前は当主なのだから我慢して許してやるようにと言っているぜ。しかし、元春と高影にも、高本と意見が違っても、二人は弟だから高本に従うように。もし竹に養子に行ってなかったら家臣として高本に従わなければならなかっただろうから。と言っているぜ。なるほどね。お互い思い合って、譲り合って毛利家を支えていきなさいってことね。思いっきり簡単に言うとそういうことだぜ。さて、話を戻すぜ。引退を撤回した元就は新たな目標を定めるぜ。中国地方の平定と北九州の貿易港、博多を手に入れるべく、北九州の制圧を目論むぜ。もうこうなったらとことんまで行くしかないものね。元就は高影に大明治の変のどさくさで大友総林が占領した文字城を攻撃させ、陥落させるぜ。総林はぶち切れるが、元就は筑前の黒人たちをこっそり味方につけ、総林を牽制、反撃を阻止するぜ。一方の中国地方の平定には、どうしても雨子を叩かなくてはならないぜ。その役は次男、元春が担うぜ。元春は岩見の黒人たちを基準させることに成功。特に山吹城を守る佐須賀氏を参加にしたことは大きかったぜ。佐須賀氏はそんなに有力な黒人だったの。重要なのは山吹城の方だぜ。この城は雨子の重要な財源である岩見銀山を守る拠点だったのだぜ。なるほど。これで毛利家は銀山を雨子から奪い取ったのね。勢いに乗る元春は岩見を平定すべく奮戦するが、元春が山吹城を離れている隙に銀山を取り戻すべく雨子春久が軍を送り込んでくるぜ。元就は動けない元春に代わって援軍を送り込むが、援軍は雨子軍に大敗し、銀山は奪われてしまうぜ。この中国地方のドル箱である岩見銀山をめぐる攻防はしばらく続くぜ。雨子としても銀山は絶対に手放したくないものね。銀山の奪い合いに明け暮れていると今度は九州で大友総林が挙兵するぜ。元就はこの事態に素早く対応、大将に高本を据え、高影を先鋒として九州に派遣、大友軍を撃退するぜ。雨子には元春、大友には高影、高本は流動的に参加。毛利両戦体制が生きてきたわね。ああ、三子教訓上のおかげでもあるぜ。雨子、大友とに正面での戦いでもしっかりと戦えていた毛利家だが、思わぬところから横槍が入るぜ。まさか第三勢力が参戦。いや、違うぜ。
時の将軍、足利義輝が介入してくるぜ。将軍による新政を実現しようとしていた義輝は全国で繰り広げられている紛争の調停に乗り出していたのだぜ。そんな義輝から、毛利家と天保家にも停戦して幕政に参加するよう要請が来るぜ。そんなもん無視すればいいじゃないの。この頃の室町幕府なんて、何の力も持ってなかったんじゃないの。確かに軍事力こそ大したことなかったんだが、将軍の権威は健在だったのだぜ。元就もガン無視はできなかったのだぜ。しかし老下な元就は天保との和平を先送りしつつ、義輝への恭順を示すぜ。幕府とのパイプをつなぐいい機会と考えたんだぜ。元就と高本は義輝を通じて朝廷に献金し、幕府と朝廷を喜ばせるぜ。この件で毛利一族は揃って官位を得るぜ。さらに元就と高本は幕府から昭番衆に取り立てられるぜ。前に紹介した上杉謙信もそうだけど、この頃の戦国大名ってみんな必死で官位や幕府の要職を欲しがるわね。そうだな。特に当時の毛利家のようなポットでの新興大名にとっては、幕府や朝廷からのお墨付きはとても重要だったのだぜ。天本は和平してでも、官位を得るのは重要だったってわけね。まあ、和平については野良くら交わしていたらしいぜ。さすが元就。毛利家が官位を得て盛り上がっていた頃、合算戸田城ではなんと天保春久が47歳で亡くなってしまったぜ。後を継いだのは若干21歳の嫡男義久だぜ。義久は早速毛利に内応を仕掛けるぜ。これを受けて音明城の福屋高兼が謀反を起こすぜ。さらにこのタイミングで将軍義輝は天保に加えて大友家とも和平するよう毛利に要請してくるぜ。ややこしくなってきたわね。この時の毛利家としての優先事項は岩見の平定だぜ。音明城の福屋高兼はとても厄介な存在なのだぜ。ここで元就は亡くなった天保春久もびっくりの手を打つぜ。なんと天保と和平しようとするぜ。嘘でしょ。その代わり天保には岩見については干渉しないようにと約束させるぜ。天保義久もこれを了承するぜ。自分で内容を促しといて。天保義久はひどいやつね。準備が整った元就はあっさりと岩見を平定するぜ。そして再び岩見銀山を手に入れるぜ。目的を達成した元就はその後、天保との和平をあっさり保護にしてしまうぜ。さすがというか、本当に老下よね。岩見を平定した元就はいよいよ天保征伐に乗り出すぜ。三兄弟をはじめ1万5000の大軍を率いて吉田郡山城を出陣するぜ。元就侵攻の報を受け、ビビった出雲の黒人たちは雪崩を打ったように毛利に寝返るぜ。これに対して合算戸田城の天保義久は大友宗麟と連携、宗麟は大友家最強の武将、立花同説に毛利の北九州における拠点、文字城の南にある松山城を攻撃させるぜ。天保討伐に軍の大半を割いていた毛利軍は対応に苦慮するぜ。天保義久もなかなかやるわね。しかし元就はその上を行くぜ。以前から将軍足利義輝から打診されていた、天保、大友と和睦しろという要請を利用するぜ。元就は今度は大友家との和睦を画策するぜ。確かに天保に大軍を派遣しつつ大友にも対処するのは、いくら元就でも無茶よね。元就は嫡男高本を北九州に派遣、大友家との交渉に当たらせるぜ。この間元就は荒井という場所に四方 4km に及ぶ巨大な城を建設、天保討伐の前線基地とするぜ。高本が大友家との和睦をまとめてから腰を据えて天保を叩こうってわけね。高本は元就の期待に応えて見事に大友家との和睦を成立させるぜ。高本、グッジョブ。これで毛利は対天保戦に集中できるようになったんだが。何よ、なんか起こったわけ。見事に大友との和睦をまとめた高本はこの後、突然、亡くなってしまうぜ。何よ、何なのよ、何が起こったのよ。原因は全くもって不明だぜ。暗殺説もあるくらいだからな。ようやく跡取りらしくなってきたのに。遣唐使の高本の死の知らせで元就は失意のどん底へ叩き落とされるぜ。こうなったら自分も死んで高本と同じ道をたどりたい、帰って出家したいと言い出す始末だぜ。だいぶ混乱してるわね。まあ、無理もないわね。だが元就は元春、高影と共に数日過ごした後、ある決意と共に立ち直るぜ。高本への供養は、天本討伐の他にはない。なんか急にスイッチが入ったわね。高本が亡くなったとはいえ、孫の孔鶴丸がいるわけだしな。まだ幼い孫を貢献して毛利家を維持しなければいけないぜ。立ち直った元就は本格的に天保征伐へ取りかかるぜ。天保の居城、合算戸田城の重要な兵站基地でもある白髪城を苦戦の末攻め落とすぜ。元就は約2年かけて合算戸田城の周りの城をプチプチと潰していくぜ。いきなり合算戸田城は狙わなかったのね。ああ、合算戸田城は城そのものも恐ろしく強固だが、周りの天保十基という市場群も非常に厄介な存在だったのだぜ。仮に合算戸田城が包囲されても天保十基から五詰めと兵糧が際限なく送られてくるという、恐ろしいシステムが構築されていたのだぜ。なんと厄介な。仕上げに元就は水軍を用いて海上も封鎖、合算戸田城を孤立させることに成功するぜ。準備は万端ね。ああ、毛利元就最後の戦場。第二次合算戸田城の戦いの開幕だぜ。元就は荒井城から3万5000の大軍で出陣。三方向から合算戸田城へ襲いかかるぜ。対する天保軍は1万2000で迎撃、激しい戦闘が展開されるぜ。兵力差は約3倍。ここは力攻めでもいい場面ね。しかし天保の誇る名城は落とせなかったぜ。毛利軍は多数の死者を出し、退却を余儀なくされるぜ。元就の指揮とこの兵力差をもってしても、なんて城なのかしら。ここで元就はあっさりと力攻めを諦めるぜ。わずかに残っていた補給ルートである江里城と大江城を攻略、完全に兵站を遮断してしまうぜ。
さらに大軍を用いて蟻の這い出る隙間もなくガッサン戸田城を完全包囲するぜ。アマゴ軍はなんとか兵糧を城内に運び入れようとするが、毛利軍の包囲網に阻まれてどうすることもできなくなってしまうぜ。アマゴ軍はヤバい状況になってしまったわね。ああ、いくら無敵の要塞と早え、兵隊を断たれたらどうしようもないぜ。城内は上によって地獄絵図とかすぜ。アマゴ軍からは投降者が続出するぜ。元成は最初は投降を許していたが、途中からは、城から出てきた奴は全員撃ち殺すとの通達をするぜ。なるほど、上をさらに進行させようとしたわけね。この通達でアマゴ軍の士気はだだ下がりになってしまうぜ。元成はとどめの刺しにかかるぜ。今度は逆に投降を認める通達を出すぜ。うまいわね。これで投降者は続出するんじゃないの。元成の作戦通り、大量の投降者が出てもはや城内には数百人程度が残るのみとなったぜ。アマゴの当主ヨシヒサはとうとう力尽き、降伏を申し出るぜ。こうして合算と打城は解除し、元成はとうとう中国地方を平定するぜ。元成この時70歳だぜ。一代で中国地方を平定、しかも70歳まで戦場に立ってたなんて、スーパーじいちゃんね。さて、無事中国地方を平定した元成は、今度こそ隠居しようとするぜ。孫の照元もこの間に元服したしな。もう思い残すことはないわね。今までよくやったものね。しかし、またもや止められてしまうぜ。はぁ、どこのドイツが止めやがるのよ。孫の照元だぜ。照元は元成の隠居に関して、パパは40まで面倒見てもらってるのに、まだ15の僕を見捨てるんですか。ひどすぎます。そんなんだったら僕も毛利なんてどうでもいいです。おじいちゃんについて一緒に毛利上げてやる。的なダダをこねて元成を困らせているぜ。父親と似たようなこと言ってるわね。そんなわけで可愛い孫のため、元成はまたもや引退を撤回するぜ。その後も隣は九州の大友総理に青打ち、雨子の残党との戦いを続けながら照元の成長を見守っていくぜ。しかし、さすがの元成もこの辺りから徐々に体調が悪くなっていったそうだぜ。そして中国地方平定から5年後、照元と高影に見取られ75年の生涯を閉じるぜ。南東田信長も元成の死に際して照元へ使者を派遣、哀悼の意を表しているぜ。そこらの黒人の次男坊から中国一の大大名になり上がる。すごい人生だったわね。ああ、しかも雨子、大内という巨大勢力を渡り歩き、最後には両方とも倒してしまったわけだしな。私が元成に魅力を感じるのはこの点だぜ。弱者の戦い方を熟知していたってところかしら。その通りだぜ。ちょっと話は変わるが、元成の代で巨大になった毛利も関ヶ原の戦い以降は大幅に領地を削られてしまうぜ。全盛期の約3割程度になってしまうんだぜ。私、給料が今の3割になったら絶対生きていけないわ。徳川家は毛利を取り潰すわけではなく、君たち、徳川に逆らったらこうなるよ。的な、いっそ取り潰してくれた方がマシ、と思える処遇を課すぜ。そんなとんでもない状況の中、照元以降の毛利の当主たちは元成の残した弱者の戦いのノウハウを駆使し、他の豊臣と関係の深かった大名家が次々と取り潰されていく中、幕末まで生き残るぜ。江戸時代って平和な時代でしょ。別に戦う必要なかったんじゃないの。そう思うのも無理ないが、特に江戸時代初期は毛利みたいな戸様にとってはなかなか大変な時代だったようだぜ。徳川幕府は好きやらば藩を取り潰してやろうとしてたしな。特に毛利は目をつけられてたんだぜ。そんな中、生き残るには確かに幕府という圧倒的強者にどう外交的に対応するかが重要というわけね。そして幕末から明治初期にかけての日本も世界的に見れば弱者だったんだぜ。そんな中弱者の戦い方を受け継いできた長州の志士たちが活躍したのはある意味必然だったと私は思うんだぜ。ちょっと強引かな？そう思うのはあんたの自由だし、まあいいんじゃないかしら。さて皆さん、今回の武将はいかがだったでしょうか？この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。次回は、運の悪かった武将を紹介する予定です。それでは皆さん、またね。